いやー、刹那圭介でよ。今回も絶望プリーズ番外編、絆ストーリーを見ていきたいと思います。今回見ていくのはね、ルイちゃーんオカルト部なのに部室では、メイド服を着てもらってます。まあ、メイドってさ、神秘的なところあるからな。神秘的な可愛さがあるから、オカルト的な感じがあるよな。今回これやな。新たな一歩、ルイ編が最初の1本目。あれか、これあれだろう。ドッペルゲンガーとして浄化された後、1本目を踏み出したっていう G 系列だと思うよな。タイトル的に。あれ？あそこにいるのは、ルイくん？あー、多分あれやな。弓道部を辞めるっていう話のやつかな。翼くんと一緒を見ていた。一体何を話しているんだろう。本当に弓道部を辞めるの？うん。急にごめんなさい。いきなり出てこられたらな。この見た目でいきなり出てこられたらみんなええってなってるだろうけど。そうか。首相としては君に抜けられるのは少し残念ではあるんだけど。あ、首相だったんだ。翼くん。何か理由があるの？それは、翼くんは覚えてないんだよね。そうや。あれやな。ドッペルゲンガーに関することは忘れるってやつやな。ん？覚えてない？一体何を？いや、なんでもない。気にしないで。ん？でも、最後に一つだけ。翼くん、君に出会えてよかった。そうじゃ。よくよく考えてみたらさ、あれじゃな。ルイちゃんって最初、翼くんのことが大好きだったよな。なんか失恋みたいな話になってるな。そう考えたらこれ。君に会えてよかった。じゃあね。とか、失恋だろ。ちょっと待って。相手が今回の事件のことを覚えてないだけにさ、なおさらちょっと悲しいよ。相手に自分の気持ちが伝わらずに終わってしまった感じの失恋。甘酸っぱ。今まで、本当にありがとう。どうしたの？突然。大丈夫？頭、大丈夫？そこまでじゃないかな。そういうんじゃないから、翼くん。うん。ただ、ちゃんとけじめをつけたかっただけ。そっか。このけじめっていうのは自分の気持ちにっていうことなんだろうな。一つの恋が、失恋が、ここで起きたと。まあ、とにかく、やめることは分かったよ。部のみんなにも伝えておくから。うん。それじゃあ。翼くん、いつもベロ出す癖どうにかならん。いつ腹黒翼が出てくるかわからないやけど、腹黒翼がお前。はあ。ルイくん。あ、信行くん。もしかして聞いてたの？ごめん。盗み聞きしたみたいになっちゃって。弓道部、やめたんだね。うん。オカウト部にも入ったし、中途半端は嫌だなっていうか、それに、まあ、あんなことがあったし、うん、別に両立してもいいと思うんやけど、それはルイちゃんの中じゃいけないっていうか、気持ちが吹っ切れないっていう現れだと思ったんやろうな。別に、あれなんやけどな。なんなら、オカウト部の部室で、弓道の練習してもいいんやし、なんなら、白を的にしてもいいんだぜ。ダメです！それ危ないですよ！やめてください！ちょっと気まずくて。そうだよね。記憶を失ったってことはさ、るいちゃんが翼くんのことを好きっていうのをさ、翼くん本人は覚えとるんだろうか、これ。どこまで消えとんだろうな。確かに、翼くんと会うのは気まずいよね。まあ、るいちゃんの方が気まずいからな。なべゆきくん、もしかして私がまだ翼くんのことが好きだって思ってる？え、違うの？それはないよ。あ、吹っ切れた。この女吹っ切れた。私もさすがにあんなひどいことを言う人なんて好きになれない。本当はね、まだ少し許せない気持ちもあるんだけど。でも、もういいの。翼くんは私の秘密について何も覚えてなかったし。これ以上、あの時のこと思い出したくもないっていうか。私は、ちゃんと前に進むんだ。そっか。さあ、同じ反応になった。もうこの自分っていうか、ほんま俺自身って感じになってしまっとるやね。ほら、信行くん。早くシロくんたちのところに戻ろう。うふ、今日はどんな活動をするのかな。また、シロのオカルト談義かもよ。それも楽しみ。やめて、数時間待たされるからな。数時間も聞かされるからな、お前。終わった頃には夜11時とか言うて。警備員の人が、早く帰りなさいって。いや、11時になってようやく警備員が出てくるのもおかしいけどな。じゃあ、早く行こっか。信行くん。うん。そっか。翼くんとの関係を、ここで一旦切った感じなんやな。そして2本目の話、初めてのショッピング。あー、ちょっと女物の服買いに行く感じなんかな。これも可愛いし、あ、これもデザイン可愛いかも。るいちゃん、何見てるの？あ、まちちゃん、これってファッション雑誌？うん。そろそろ新しい服が欲しいなって思って、どれを作ろうか迷ってたんだ。作るんじゃん。そうだったらなんか手作りするみたいなこと言おうというような気がするわ。普通に作るって言葉が出てきて君はすごいな。買うんじゃないんやな。ショッピングって服を買うんじゃなくて服の材料を買うんやな。作る？買いに行くんじゃなくて。驚くわな。そりゃ驚くわな。私、今まで女の子としての自分を隠してから、一度もショップで女性の服を買いに行ったことがなくて。そうじゃよな。これは、第一歩の、さっきの第一歩の話に続いて第二歩目やな、これは。そうよ。男の子として生きてきたもんな。だから、いつも雑誌を見て、あ、欲しい服を自分なりに真似して作ってるんだけど。やば！それ、超すごいじゃん！そうかな？普通にすごいわだ。文化祭とかだったらさ、重宝されるで。演劇の衣装を作ってって重宝されるで、お前。なぜお前演劇部にスカウトされなかった？あ、でも隠してるか。もちろん、全部完璧に作れるわけじゃないよ。そりゃそうだろう。全部完璧に作られたら逆に、ってなるよ。すげえってなる。神！あなた神ですねって。コスプレイヤーたちが集まってくるわ、お前。こぞって私の衣装作ってって集まってくるわ、お前。私の技術じゃ難しいものも結構あって、そういう時は我慢してるんだ。いや、だったらさ、買いに行けばいいじゃん。でも、ショップに行くのは初めてだから、なんか緊張して。じゃあ、私もついていくから、一緒に買いに行こうよ。いいの？もちろん。ほら、そうと決まれば、早く、早速行こう。うん。初めてのおつかい。こんな曲ないし。初めてのおつかいにこんな曲ないし。それから、数時間後。るいちゃん、ご機嫌だね。うん、すごく楽しかった。気になっていた服もいっぱい買えたし、こんなに幸せな時間は生まれて初めてだったかも。よかった。まちちゃん。お願いがあるんだけど、もしまた欲しい服ができたときはさ、一緒に買い物に行かない？私、こうして女の子とショップに行ったりするの夢だったんだ。ふふ、もちろんだよ。だって私たち友達でしょ？まちちゃん。まあでもしぶろくは買い物のお預けかな。今日はちょっとこれ使いすぎちゃったし。うん、そうだろうな。JK はお小遣いはあんまり多くない。ギフトが買ったらもうすぐなくなるんだろうな。私もだいぶ使っちゃった。はあ。今月残りのお小遣いでどうやって生きていこう。死活問題。死活問題は目の前に起きている。なんだろう。一日の贅沢はかきっぴー半かけら。バイトでもしようかな。なるほど。バイトか。この流れで言ったらさ、2本目の話、バイトの話なんかなって思い始めてくる。ほんまにこれ、メイド服着るんじゃないのって。お店でメイド服を、いらっしゃいませ、ご主人様、みたいな。おいちゃんな、お帰りなさいませ、ご主人様、みたいなことするんじゃないの。うわぁ、これ3本目のお話がすごい楽しみだな。でも実況で見せられないのが残念だな。ってことは、みんな、このアプリダウンロードして始めようぜ、みんなも。ねえ、まちちゃん、欲しい服があるんだけど、このやりとりさっき見たわ。なんだ欲しいものって。同人誌か？